どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目に死に誓って復活されたキリストに期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。おはようございます。昨日ですね、男子牧会学というのはね、新学校の2学期というか、まあ、後期は10月からなんですけども、まあ、2学期が始まりまして、で土曜日あったんですね。でそしたらですね、トシア牧師がですね、その、まあ、祈りが終わる頃ですね、なんかニヤついてるんですね。でどうしたんだって言ったらですね、メールがちょうど入ってきたんですね、携帯にね。それは中学生の男の子からなんですけど、実は先週トシア牧師は佐賀の実家にですね、まあ、ちょっとお休みをもらって火水木と帰られたんですね。それで、今回は、まあ、あのお父さんとお祈りができたりですね、まあ、お母さん今オンラインして今も交わりを持ったりしてとってもよかったそうですけども、今回はその中学生の男の子のところを訪問されたんですね。でその男の子は実はサッカー部なんですけれども、つい最近溝にはまって、まあ、落ちたそう でその結果頭も打って、で、お医者さんからですね、1年間ヘディングをしてはいけないという、あの1年間ヘディング禁止令が出たんですね。で、まあ、あのサッカーは上半身しか使っちゃいませんから、ヘディングできないとかなりね大きいんですけども、その子が、まあ、それでその子のところにお祈りに行って、で、まあ、あのお兄さんもいたそうで、まあ、お兄さんにも話をしたそうですけども、中学生の男の子のためにお祈りをしてヘディングができるようにってお祈りしたそうですね。でその彼が祈った次の日が、まあ、次の日だっけ、ね、診察だったそうなんですけども、その診察に行ったらですね、行く前に、まあ、彼自身もお祈りしたそうですね。ヘディングの許可が出るようにってね、まあ、1年間ダメって言われたんですけど、お祈りしてもらったので、そしたらですね、お医者さんがですね、あのヘディングしてもいいっていうことになってですね、1年間禁止って言われたのに、あのもうあのヘディングしてもいいということで、ヘディングができるようになったっていう、おそらく営利のメールなんでしょうか ね、そのメールが来たんで、まあ、喜んでおられたんですね。まあ、あの小さなことと思うかもしれませんけど、サッカー少年にとってはとっても大きかったと思います。で本当に神様が聞いてくださったんだなと思ってね、なんかその話を聞いたらすごく感動したんですよね。主に感謝をしたいというで聞きましたら、前回行った時はそのトシア牧師はおばさんのお家に行ってね、おばさんのためにお祈りをしてしたんですけども、あのでその前はですね、あのどこも行かないでですね、家で休んでたんですけれどもあの今回は、前回はおばさんのところに行って、今回は中学生のところに行って、であの今回は最後はあのお父さんとお母さんも送ってきてくださってですね、私の大好きなチョコレートをもらいましてありがとうございました。それだけじゃなくてですね、ご挨拶をしてちょっとお話もできて本当に良かったなと思っています。で何か神様が働きを広げてるなってことを感じるんですね。で、人から見たら小さなことであっても、本人にとっては大きなことってあります。神様はそれにね、答えてくださるんですね。どうぞ皆さん、あの、本当の願いをね、主に向かって言ってください。結構日本人は遠慮する民族なんですよね。で、本当の願いじゃなくて2番目、3番目、下手したら5、6番目のものを言う傾向がありますよね。でも、人には遠慮しないといけないことが私は確かにあると思います。でも、神様に対しては遠慮しないように、本当の心の願いを叫んで求めてほしいなというふうに思いますよね。その時に主は答えてくださるんですね。で、なぜかというと、本当の願いって心が入るんですよ。ね、だからそれ、その祈りが一番答えられるんですね。それを覚えてください。それから、チラシ持ってきて、9月23日にですね、いよいよ正式に決定いたしまして、デイキャンプというとなんかあれですけども、まあ、あの日帰り、なんだっけ、硫黄島日帰り慰安旅行だそうです。これはあの中高年と行くですね、温泉とバイキングということですけれども、それ以外にもなんかあのいろいろとオプションがいっぱいつくそうで、今日アンケートが入ってると思うんですけど、ぜひ後でね書いて出してあげればと思います。で、まあ、いろんなオプションがあるそうです。だから若い人たちもテニスやったり、まあ、あの料理やったりできるということですし、またあのゆっくりと、ね、他にやることもあるみたいですので、ぜひね、これ日帰りで朝の8時45分に長崎からバスが出て、そこまで送ってくれるとですね、夕方の6時ぐらいにはですね。でもちろん直接行くことも可能です、現地にですね、あの車で直接行くことも。で、あの夏のキャンプが若い人向けだったんですけども、今度はあの若い人もどんどん来てほしいんですが、そのご年配の方にゆっくり来てもらおうと。で交わりを中心にした、なんか集会をしてこっちからお話をするってんじゃなくて、本当に食事をしながらお風呂に入りながらゆっくりこうお話をしたり交わりをしたり、そういうことをやりたいと思ってるんですね。フェロシップで言いますけれどもね、それをしたいと思ってますので、
あと家族、離れている家族ね、私だったら大阪の両親、妻だったら岐阜の両親、あ、岐阜の両親見てくれてるかしらね、で生きてください、あのこれですこれ、ね、本当にね、呼んでほしいんですね。で昨日はあの有栄に行ってきたんですけど、有栄に行った時に、今大牟田にいる伊藤牧師がおられましたけども、伊藤牧師の奥さんの晴美さんは硫黄島生まれなんですって。知らなかったけどね、島原でずっといたから島原だと思ったら硫黄島生まれだそうでね、なんかすごいね、来たがってまして、まあ、来れるかどうかはね、いろんな都合あるでしょうけど、来てくれたらいいなと本当に思っています。だこういう機会に、まあ、家族とね、普段ゆっくり会えない家族とか、そういう時とね、ね、交われたらいいなと思ってですね、ぜひね、皆さん、ね、来てほしいなというふうに思っていますので、なかなかゆっくりお話する機会はないんですけどね、こういう時にいろんなお話ができますので、まあ、そしてお祈りすることもできますのでね、ぜひ、あと家族孝行ですね、普段なかなかできない人もいるでしょうから、ね、親を呼ぶのもいいし、子供を逆に呼ぶのもいいですから、ね、交わっていただきたいと思います。ね、そのことをね、まあ、思うわけですね。で、そしてもう一つですね、あるんですけど、全然話が変わるんですけども、これ後か、係から詳しく話があると思います。もう一つはですね、東京の安定協会の方でですね、実は先週、先々週からですね、オーケストラがスタートいたしました。で、まだオーケストラといっても7人か6人ぐらいだそうですけども、とにかく、まあ、バイオリンがあったり、なんだろうな、そういろいろある楽器がですね、サックスがあったりしながら、まあ、先週は第二礼拝だけだったんですけど、先週は、まあ、1と2と7かなの礼拝でオーケストラがバックに来てね、こう始めたんですね。で聞いたらなんかやっぱオーケストラがやったらすごい迫力みたいですね。だからなんか賛美がちょっと今やと全然違うって、その 楽器体がねいうところですね。でその話を先週かな、先々週かなんか聞いたんですね、来年の礼拝の時ね。で実は私はもう長崎に来た開拓の当初から祈ったんです。フルバンド、フルオーケストラ与えてくださいって。で本気で祈ってたんですね。で信仰もあったんですね。ところが最近なんかよく考えて、それを聞いた時に本当に恥ずかしいんですけどね、なんかああ東京はフルオーケストラかと思ってですね。でその責任者が辻郷牧師なんですよね。辻郷牧師は長崎教会で確かライク・デビッドの弾いてた人なんですね。大村に行ったりしてですね、諫早に行って、タラメに行って、大村に行ったんですかね。それでずっといつもね、一緒にやって、そして今東京に、まあ、行かれたんですけども、ね、ご主人は長崎で一緒に学んでる人なんですね。それは全然いいことなんですけど、まあ、恥ずかしくて最初ですね、あーと思ってですね、なんかね、羨ましく思ったんですよね。でその時神に言われたんですよね、はっきり言われたんですよね。何羨ましがってるんだってね。で私もともとね、あの人のことを妬んだり恨んだりするタイプではもともとなかったんです。もともとってミスなんですね。自分でもものすごい神に求めてたから、だから、ね、神に求めなくなって最近ちょっと、ね、祈ってなかったと思う。フルオーケストラって本気で昔本気で祈ってたんですよ、ね、だからそれ聞いた時ああいいなと思ってね、あ東京は人もいるし辻子さんか昔にやった仲間だなと思いながらですね、ああと思ってなんか何とも言えない気持ちになったらね、死に言われたんですよね。あなた何を言ってるんだって、なんで長崎で求めないんだって言われたんですよね。ハッとしたんですよね。ああそうかって。で人を恨んだり妬んだりする特徴はね、自分はもないと思ってるんですよ。神に求めてないんですよね。ああそうかと思って、あ東京が祝福されますようにね、素晴らしいオーケストラになりますように、長崎にも神様、長崎のカラーのあるオーケストラをくださいってもともと祈ってましたからね。再びなんかね祈りが与えられたんですね。でぜひ楽器ができる方、昔ブラスバンドだった方ね、楽器がない方は求めてください。楽器って高いんでしょ。で楽器のある方はね、ぜひ祈り始めていただきたいと思います。なんかいつも礼拝の後ここら辺でフルート吹いてる人たちがいますけども、フルートだけではオーケストラになりませんので、で神様のためにね、人がなんていうか関係なくて神様のために本当に心から礼拝するために、ね、ぜひね、どうしてもですね、管楽器、弦楽器、私音楽のことは全く素人なんでよくわかりませんが、本当に、ね、神様を褒めたたえるために、あらゆる楽器を用いて主を賛美するというのは素晴らしいと思うんですよね。で、なんか、もう一度主の前に祈ろうというのが出てきましてね、でね、祈ろうと思って祈り出すとね、信仰が湧くんですよね。あ、御心にかなってるから、必ず神様くださるとって。で、どこかと競争するとかってことじゃない。純粋に主を礼拝するために、ね、そして本当にここで神の栄光が現れるためにそういうものを与えられると思ったんですね。で、まあ、楽器ができる方はぜひ祈っておいてほしいと思います。それとそういうことに私みたいな音楽が関係ないと思う人もぜひ祈っておいてください。礼拝が変わりますので、
本当に賛美するからね。でこれはぜひねお祈っておいてほしいなと思うんですね。でどうぞ皆さんですね、主に期待していってほしいというふうに思います。それで聖書に入っていきたいと思いますが、今日はマタイの福音書の4章の17節あ、それからですね、さっき大事入ってましたけど、ミッション誌が来たんですね。ミッション誌って読んでますか皆さん読んでない人多いと思うんですけど、ミッション誌に今回書きました。パトモス行った時の話ね。でちょうど秋元ヨハネ君もそのと書いて、秋元ヨハネ君はチームのことを書いてまして、私は個人的な証しを書いてくれって言われたからね、個人的なことを書いたんですけど、なんかあれ読んだらヨハネ君の証しの方がいいんですよね、チームのこと書いてあって。でも私は個人的な証しを書いてくれって言われたから個人的なことを書いたんですけど、非常に個人的なことを書いてますけど、まあ、ぜひねお読みになっていてほしいと思います。パトモスはすごい祝福だったんで。それと先週言わせたんです、先週の御声新聞ね、今週なくて、あ言ったっけ、論説にキャンプのことを書いたんですね。でぜひあれを読んどいてほしいんですね。キャンプがとっても祝福されたんで、そのことを書いたのでね、読んどいてほしいなと思います。で皆さんぜひ新聞とかね、雑誌というのはね読んでください。神様からの情報なので、ね、でどうしてもお金がないという方は立ち読み、まあ、できたら買ってほしいんですけど、でも本当に触れてほしいんですね。そこでね、神様が何をしているかが分かるので、信仰が引き上がりますのでね、ぜひね触れてほしいなというふうに思います。それで聖書の方に入っていきますが、マタイの4章の17節から、ね、この時からイエスは宣教開始して言われたと。こっから交渉外宣教が始まります。で一番最初に言った言葉は悔い改めなさいなんですね。で天の御国が近づいたからって。で実は全く同じ言葉でスタートした人がいるんです、イエス様の前に。それがバブテスマのヨハネ、ね、洗礼を授けたヨハネですね。で3章の2節を見てください。すいませんね、第一礼拝はこうならなかったんですけど ね、やはりアタックあるんでしょうね。3章の2節、悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。1節を見ると、その頃バブテスマのヨハネが現れ、ユダヤならで押しを伸びていった。バブテスマのヨハネも全く同じ言葉で始めたんです。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから、全く一緒でしょ。で天の御国が近づいたってのは、まあ、永遠の命、ね、神の国が与えられると。でもその前に何言ったら、悔い改めなさいから始めてるんですね。ただ皆さんに聞きたいんですね、悔い改めなさいって言われた時に、嬉しい人で悔い改めなさいって言葉を聞くと、大体普通悔い改めって聞くと日本人の場合は、まあ、懺悔っていうイメージがあるんですかね。なんかこう暗いイメージ、なんか暗いイメージ、どっちかというとマイナスのイメージを抱くませんかね。まあ、日本って手挙げないからな、挙げてくれないかもしれないけど、ちょっと悔い改めなさいっていう、なんか暗いイメージ、マイナスのイメージを感じるなって人います。何人か挙げてくれまして、あ、ご協力ありがとうございます、ね、いいですね。で、そういうイメージが強いと思うんです。でも本来聖書の悔い改めっていうのは、本当に言葉に従った悔い改めっていうのは喜びをもたらすんです。しかも神が与える喜び、天の喜びをもたらすんです。これは最悪の状況の中で内側から溢れてくる喜びとかね、もちろんそれは現実に変えてしまうんですよ。病気の真っ只中で内側から溢れてくる喜びとかね、それは実際癒しをもたらしますよ。でもそういう喜びをもたらすし、真実な悔い改めは神様の手を動かし始めるし、真実な悔い改めは祝福に変えるんですね。で悔い改めってのは実はね、聖書ではものすごい祝福なんです。これまで知ってほしいんですね。ところがね、どうも悔い改めってのはね、マイナスのイメージと暗いイメージが強すぎるんですね。で悔い改めってじゃあ何かってことなんです、ね、で今日3つのポイントを話しますけど、まずその前に悔い改めって何か。悔い改めっていうのは方向転換ってことなんです。向きを変えるってことです、まあ、よく私が話しますけどね、太陽に背中を向けて歩くってね、影が自分の前にできるってよく言うんですけど、覚えてますかね。神に背を向けて歩いていく、神に逆らって歩いていく人生から、ね、その向きを変えて180度変えて、神様の方に向かって、神様を信じて、神の光の中を、愛の中を歩いていく人生ね。これが向きを変えるってのは悔い改め。方向を転換するってことが悔い改めなんですね。神に逆らってる人生から、神様を信じる人生に、ね。神様のおっしゃる道と逆のところから、神の言われるところへ向きを変える。向きを変えるっていうのが、方向を変えるっていうのが悔い改めなんですね。これはまず知っててください。ね、そして今日3つにポイントを絞ってお話します、ね、実はね悔い改めというとね、多くの人は間違いで捉えてる。で日本人の特徴があって、まず両極端が、1つ目はね悔い改めというとですね、認めようとしないタイプ。いや私が悪いんじゃないですよね、まあ私も悪いかもしれないけど、それはね親の育て方が悪かった。
親が悪かったんですよ、親って感じですよ ね、 ね、だからね、いやそれは夫が悪い、夫ってね、妻が悪い、つまらんとか言ってですね、先生が教え方が下手だから先生が悪いのよとかね、人のせいにする、自分が、まあ人のせいにするって言うと言い過ぎかな、自分が悪いってことを認められない、認められないっていうことなんですよね。でも皆さんね、本当に自分が失敗したときにそれを認めて受け入れる人は、そこから学んで、そこから逆転が始まるんです。これでもそれを認めなければ何も起こらないんです。失敗を繰り返します、罪をまた繰り返します。神の祝福に預かれません。罪は罪として残ります。でも罪を認めて受け入れる人は、いいですか、落ち込んでいって暗くなりません。そこから逆転が起こるんですよ。それさえも一気になる祝福が始まるんですよね。で、聖書の中にね、その罪をね、ちゃんと受け止めなかった最たる人がいるんです。旧約聖書のね、サウルを出して、第一サムエル記の15章、こっちちょっと見ましょう、長いから ね、第一サムエル記の15章にね、サウルって王様で、サウルってのはね、初代イサヤの王様で、本当はサウルからキリストが生まれたんです。サウルの家系から。ところがサウルが悔い改めをちゃんとしなかったので退けられて、ダビデが建てられた。でダビデが、ダビデを、ダビデの家系からキリストが生まれた。でも本来はサウルが初代王として、サウルはね、背が高かった。ちょっと羨ましいかな私は今164センチが一番いいと思ってますけど、自分の身長はねだからあと、サウルはね、ものすごい美男子だったって書いてある。はっきり聖書に書いてある。背が高くて美男子で、一番最初に神に選ばれた王様だったんですよ。で神が選んだから、本当はサウルから出るはずだった。ところがね、虐げられちゃったんです。なぜか、彼が気従わなかったからなんです。でも大事なことは、もし彼が正しく悔い改めていたら、確実に神は許してサウルから取ってきたと思うんです。悔い改めなかったんですよ。で皆さん、失敗したことは問題ないんじゃないんです。だってダビデなんて殺人と姦淫ですよ。サウルの罪に比べたら、私は罪大きい小さいってあると思うんです、はっきり言って。でも問題は、どんな大きくても悔い改めるとなくなる、なくなるというのはあるけど覆われる。ダビデの方がね、ある意味で罪の大きさから言ったらサウルより大きかったと思う。だって殺人と姦淫でしょ、姦淫と殺人でしょ。でもダビデは許された。なぜサウルは許されなかったか、今から言いますよ。サウルの悔い改めは本物じゃないんです、ね、でまずね、サムエルっていうのはサウルを立てた預言者、ね、でサムエルはサウルに言います。主は私を使わせてあなたに油を注ぎ、その民イスラエルの王とされた、ね、王としたんで、今主のやることを行きなさい、命令が来たわけです。神様から万軍の主はこうおっしゃられる。ありがとうございます。私はイスラエルがエジプトから登ってくる途中、アマレクがイスラエルにした言葉です。後ろに見えますかって、読めますかね。ちょっと字が小さいかもしれませんね。一番後ろ読めますか、大丈夫。村川兄弟は若いんですね。私だったらちょっと危ないかなと思ってね、今度からちょっと字を大きくしてあげて、はい、で、ね、いや、ご高齢の方もこれから来られるから ね、つまりアマレクをしたことを罰するから、3節、今行ってアマレクを打ち、そのすべてのものを清滅せよ。清滅っていうのは、まあ、新科学で作った言葉なんですけど、容赦してはならない。具体的には、男も女も子供も血のみ子も牛も羊もラクダもロバも殺せって。まあ、今だったらやることですね、虐殺全部殺せって。ちょっとこれはもう今は説明しませんけど、旧約においては清滅って言って全部殺すんです。これはこれ旧約の時代ね。それはちょっと今ちょっと議論しませんの でもこれは神の命令だったんですね。みんな殺しなさいって言ったんです、ね。まあ、これはイスラエルだけじゃなくて逆もしたわけです ね。そしたらどうしたかというと、そこでサウルはその命令を受けて、イスラエルの民に呼び集めて、寺へ見て、地名です、彼らを数えると歩兵が20万、ユダの兵士が1万いったと。それで、ちょっとずっと言ってください、ね、待ち伏せて16節で、ちゃんとケニ人たちはちゃんとね、まあ、イスラエルのためによくしてくれたので、彼らを殺す前に先に話して分けるんですね。つまりちゃんとね、ケニ人たちを助けるんですね。今日はもうさらっといきますね。じゃあちょっと言ってください。で、7節、アサウルはハビラからエジプトの東のシャルの方のアマレク人を撃ち。で ここまで7節までは神の言葉に従って、ちゃんとケニ人は守り、そしてどんどん殺していくんです。とはね、8節からねつまずくんですよ。8節、サウルはアマレク人の王アガク、王様を生け捕り、殺してない、生け捕りにして、その民を残らず次の歯で殺したと。民は殺したけど王様は生け捕りなんだ。王様こそ殺さないといけないの。そしてしかも、しかし
サウルと彼の民は、だからサウルと民たちはですね、アガグと王様と肥えた羊や牛、痩せてるのは殺した。肥えてる羊と牛は、しかも最も良いもの、子羊と全ての最も良いものを惜しんで、肥えらを清潔するのを好まず、ただつまらない根口のないものだけを清潔した。肥えてる人と羊を見てですね、思ったんでしょうね。これはうまそうだ。ね、パトマスのリブラブは本当に美味しいんですけども、あ、これはリブラブにできそうだ。この皮を作ったらとってもあったかいんじゃないか。惜しんだって書いてある。惜しんで清潔しないで取っておいた。神は殺せって言ったのに、これ明らかに逆らってんです。言った通りやってないんです。そしたらサムエル、預言者サムエルに言葉が来ました。11節ね。私はサウルを王に任じたことを悔いる。神様に悔いられたくないですね。神様は悔いる。彼は私に背を向き、私の言葉を守らなかったからだ。それでサムエルは怒り、夜通しに向かって叫んだとね、サムエルも怒ったわけですね。王に立てたのになんてことだってね。そして翌朝早くサムエルはサウルに会いに行ったんですね。ではサムエルにね、まあ告げて、まあサウルはカルメルに行ってもう自分のために記念碑を耐えた。これが失敗の原因ですね。自分のために記念碑を耐えてるんですね。自分の栄光を求めてね。まあ今日の中心テーマじゃないからさらっと行きます。ね。そして、13節でね、サムエルがついにサウルのところに行きました。だサウルは言うんですね。主の祝福がありますように、この後、私は主の言葉を守りましたって。明らかに言った通りやってないんですよ。しかも自分の記念碑なんか立てちゃって。なのに、私言われた通りしましたよって言ってるんです。まず最初。悔い改めの心も何もないでしょ。そしたらね、サウルは言うんですね。しかしサムエルが言うわけです。あ、ごめんなさい、サムエルがね。では、私の耳に入るあの羊の声、めえめえ、私に聞こえる牛の声、もうもう、は一体何ですか？めえめえ、もうもう、めえめえ、もうもう、続けてもめもめめってね、ね、肩をもめって感じですけども、ね、あれは何だって言ったんです。普通そこまで言われたらね、すいませんって言えばいいんですよ。私、ここでもね、ここで悔い改めてたら、私はサウルはね、神の憐れみを受けたと思うんです。それぐらい神の憐れみって深いんです。本当に深いんです。でもサウルはここまで言われても悔い改めないんです。次、サウルは答えた。アマレク人のところから連れて行きました。民は、自分と言ってない、民は、確かに民も惜しんだんだけど、彼王様じゃないですか。昔の王様だからね、民に命令したらおしまいですよ。ダメだって言ったらもうそれで決まりですよ、ね、でも民はやるんですよ。いや、私じゃなくて、あのみんなが言ったの、みんながって。民は羊と牛の最も良いものを惜しんだのです。この後のね、言い訳がね、もう実にうまい言い訳するんですよ。あなたの神主に生贄を捧げるためです。その他のものは制しました。いや、ささ、生贄のためにいいものを取っておいたんですって。すごくなんか、もっともらしいでしょ？やる人いませんか？気をつけてくださいね。ね、生贄のために取っておいたんです。さっきの十一献金じゃないけど、いや、これはあそこで困ってる人がいるから、ね、あの人に助けるために取ったんですよって、ダメです。十分の一は神のものです。それを取ったら盗んでるってはっきり書いてあるんです。マラキ書には盗んでるって。どんなに他に立派な捧げもしたってダメです。祝福されません。これはね、ちょっとね、はっきり言っとかないとね、大事なところなんですね。まず神にしっかり捧げるんですね。でここもね、見事ですね。いや、最高のものを捧げたいから取っといたんですよって、なんかすごい立派な説明でしょ。ね、本当に良いものを取ってたのは捧げ物のため、捧げ物のためって。でも神はそんなこと言ってないんですよ。殺せって言ったんですよ。つまり悔い改めなんか全然いないんですよ。言い訳必死にしてるんですよ。間違ったとも言ってないんですよ。すいませんも言ってないんですよ。でね、でサムエルがはっきり言うわけ、やめなさい、やめなさいって、つまりね、違うって。昨夜死が私に教えたことをあなたに知らせます。サウルは言った。じゃあ話してくださいと、ね、まあ、あなたは自分では小さいものに過ぎないと思っていても、イサヤの食堂を貸したではありませんか。まあ、油を注いで王としたんだと。まあ、ここもちょっとメッセージがあるけど、ちょっと飛ばしますね。で、使命を授けて言ったと。言って、罪とアマレク人の聖絶性を彼らを、ね、根絶させる前戦えと、ね。絶滅させる前戦えと。で、皆殺しにしろってね。でも、あなたはなぜ主の御子に従わず、分取り者に飛びかかり、主の目の前に悪を行ったのですか。はっきり言ってるじゃん、悪を行ったのですか。まだ悔い改めないんです。次。サムエルはサウルに言った。あ、サウルはサムエルに言った。ごめんなさい、逆ですね。私は主の御子に聞き従いました。そんなことありません。ちゃんとやりましたよって。主が私に授けた使命の道を進めました。使命を全うしますよって。私はアマレク人の我が子を連れてきてアマレクを清潔しました。でも王を殺してない。しかしまた民のせいです。民はギルガルであなたの神主の生贄を捧げるために清潔すべきものの最上のものとして分取り物の中から羊と牛を取ってきたのです。言ったことあります？どんなに神様に、なんで従わなかったんだ、
やめろ、もういい加減にしろって言われても、いや、そうじゃない、そうじゃない、そうじゃないって言い訳してるんですよ。で、これする人いるんですよ。どうしても認めたくない。私が悪いって言いたくない。そうじゃないんですよ。そうじゃないんですよ。いや、そうじゃない、そうじゃないんですよって言うんですよ。これは、その生贄にするため。決して自分が食べてね、この秋元牧師と木原牧師から聞いたラブリムが美味しいって言うからお前取ったんじゃないんです、神に捧げるためなんです、自分で食べなんて思ってません、そうじゃん、だからいいでしょって言うわけですね。でも明らかに死に従ってないし、はっきりサメル言ってんで、サメルって旧約ですからね、旧約ってのは預言者ってのは神の声ですからね、神の命令としてですからね、言い訳してるんです。認めてないんです。こういうの悔い改めてないってはっきり言って、そしてね、そしたら22節でね、あの有名なあの死の十字架の核の言葉が来るんですよ、ね、サメルは主は死の御声に従うことごとに全焼の生贄やその他の生贄が喜ばれるだろうか、身を従うことは生贄に勝り身を傾けることは牛の絞りますね、これ従うこと、神の言われることに従うこそが最高の生贄だって、ここから来てるんです、これ ね。そして誠に背くことは占いの罪、あの占いは罪ですから皆さん、ね、従わないことは偶像礼拝の罪、あなたが主の言葉をしとけたので主もあなたを追いからしとけた、ここまで言われてね、追いからしとけ、ここまで言われてやっとサウルは罪を認めるんです。で皆さんね、もしこれが本当の悔い改めなら、私はここでも神はサウルを憐れまれたと思います。それぐらい神の憐れみって大きいんです。だってダビデのあの姦淫と殺人を許したんだから。とはね、ここでね、口先で言ってるんですよ、私は罪を犯しました、私は主の命令とあなたの言葉に背いたからです、私は民を恐れて、ここなんですよね、民を恐れて人を恐れたんです、ね、なぜ失敗したかって、王様でしょ、王様の方が偉いけど皆さん恐れる、私これ分かるの、私説教者でしょ、皆さんの前に立ってんの、私が喋るの、でも皆さんね、説教者を殺すに刃物はいらない、あくびを3つして時計を時々見てつまらなそうな顔、もうやめろって言われたら説教者はもうおしまいねえ、分かりますか、人は人が怖いんです。人を恐れる人は神に従えなくなります。人の顔色を伺う人は神様から離れます。あの神を恐れることを学んでください、ね、民を恐れた王様ですよ、旧約の王様ですよ、旧約の王様だからって絶対的な権利を持ってるんですよ、力を、なのに恐れた。そしてどうなったかというと、彼らの声に従ったって、でどうか、でもここでも彼らの声に従ったってね、結局彼らのせいにしてんです、暗黙に、そうでしょ。そしてどうか今私の罪を許し、私と一緒に帰ってください、私は将来いたします、ここだけ聞くとね、すごくね、あ、ついに悔い改めて、やっと彼も悔い改めて思うでしょ。もしこれが本当だったら、私はそれでも神は許されたと思う。それぐらい神の許しって大きいんです。とはね、この後なんでサムエルはね、あの断るんです、いや一緒に帰らない、私はあなたと一緒に帰りません、あなたは主の言葉を知りとけなので、あなたも主もあなたを一切の多いから知りとけた、もう帰らんって言ったの。そしたらね、サムエルはね引っ返そうとしたら、サウルはそのサムエルの上着をそう掴んだん、裂けました。で王国を鍛えたって言った後の、もうちょっと上げてください、ちょっと、ね、飛ばさないと時間がないから、で、30節ここでサウルこう言ってるんですよ、私は罪を犯しました、悔い改めに見ます。そしてその後、しかしどうか今は私の民の長老とイスラエルとの前で私の面目を立ててください、どうか私と一緒に帰ってあなたの神を礼拝させてください。なんで礼拝室に帰ってほしいの、面目立ててほしいからですよ。私分かるんです、男性だからメンツってあるんです九州男女は結構あるような気がします、ね、私も含めてやっぱりメンツを立ててもらわなきゃって。でもこれ悔い改めですか、真実に悔い改めた人が本当に悔い改めた時ってメンツも何もないですよね。私は罪を犯しました、帰って一緒に礼拝してください、なんで面目立ててって、こんなの悔い改めって言わないんですよ。いいですか、もしこれが本当の悔い改めだったら、あそこまでできなくても本当の悔い改めだったら、神はサウルをそれでも私は立てられたと思います。それぐらい神の歴史って大きいから。でも彼は悔い改めてないんです。つまり結局最後まで本当に私が悪かったってことを受け入れなかったんですね。これはねあるんですよ、罪を受け取れない、認められないって人、これが一つなんです、ね、日本人結構真面目で一生懸命やるじゃないですか、だから結構ねこれはあるんですよ ね。で、まあちょっと後でもっと聞きたいので、もう一つはですね、今度もう一つ失敗があるんです。
ね、後でちょっと証しをしますけど、ね、もう一つの失敗はね、今度認めるんですよ。今度認めすぎる。私が悪かった。ね、インポストが赤いのも。ね、みんな私が悪いなって、私が悪かったって言って認めない。そこまではいい。とはね、悔い改めた後にね、許しを受け取らないんです。十字架で許されたわけでしょ。心から本当に悔い改めたら、ダビデ見てごらんなさい。ダビデはカインと殺人でしょ。ね、でしかも分からない罪を犯していることが、罪を犯している時って人間愚かなんですね。だからナタンという王様が、預言者がやってきて例えをするわけですよ、ね、小さな子羊を飼って娘をといる人がいて、もう一つはものすごい豊かな人がいて、お客が来たから自分の羊を惜しんで、その、ね、小さな娘しかいないところから奪い取ってきて、それで食ってったらな、ダビデが怒ってですね、そんな奴は殺せって言った時に言うわけですよ。ナタンがそれはあなたですって、それはあなたですって指差して言ったと思います、預言者だから。その瞬間ダビデはやっと目が覚めるんです。あ、私はとんでもないことをしたって。ここまで分かってないんですよ。罪って恐ろしいですね、人を飲み込む。でもそこで彼はハッと分かったの。でこっからが言えないんですよ。私は罪を犯したって言って、もう全面的に認めて悔い改めるんですね。そしたらね、許しがすごかった。同じナタンを通してるんです。神もまたあなたの罪を見過ごされたって。そんな簡単に許していいの？女性の方腹が立ちませんか？なぜか分かりますか？あれは旧約ですけど、時間を作ったのは神だからね。十字架があるから、旧約だってありますよ。時間を作ったのは神だからね。キリストの、これはね、無条件じゃないですよ。キリストが本当に代わりに死んで地獄にまで行って、苦しみも呪いも裁きも全部引き受けて代価を払ってる。ただじゃありません。キリストの命が代わりに払われてるから許されちゃうんです。本当の悔い改めは。でなんでダビデの悔い改めは本物かというとね、その後ね、ヨシャバ、バテシバから生まれた子供がね、子供がいるじゃないですか、妊娠するでしょ。1週間断食で叫ぶんですよ、もう本気で神に。でも助からなくて死ぬんです。もう真剣に祈ったのに。その時ダビデは一言も文句言ってないんですよ。で周りの者がね、心配してね、ダビデはこうもうあんまり真剣に祈ってるからね、死んじゃった時言えなくてね、どうしようかったらね、前の人のなんかそわそわした態度に気づいてね、子供は死んだのかって言ったらね、一言も言ったんです。その瞬間彼は着替えて食事をとって礼拝するんです。でみんながびっくりしてね、どうしたんですかダビデ王様って言ったんですよね。私は彼のところに行けるが、彼は私も帰ってこない、主の皆を褒めたたえようって。つまり神がなさったことに何一つ文句言ってないんです。神は間違ってないって、神は正しいんだって、これを悔い改めって言います。わかります？だから同じバテシバからソロモンが生まれたんですよ。神様ってね、恐ろしいほど許しの神だけど、心を本当に見られてね、偽物はダメなんです。真実なんですか。人は騙せても神は騙せない。サウルは退けられて、ダビデは受け入れられたんです。罪の大きさから言ったら、私は羊や牛よりも人間の方がそうですよね、明らかにダビデの方が大きい罪だと思いますよ。でも許されたんですよ。いやね、一瞬でしょ、受け入れた。ダビデはその後の許されたことを受け取った。だからその後すごい王様になったじゃないですか。ある方はでもね、許されたことを受け取らない。真剣にたくさんすいませんってでしょ。例えば、まあ、うちの子供はですね、まあ、末っ子の井田君にしましょうね。私に悪さをしたとしますね、勉強したと嘘をついて勉強しないで点数悪くなったらサッカー見させるのでね、点数にこうゼロの上にこう1本の線伸ばして6にしてですね、こうね、イカ様をして私のを持ってきてですね、私を騙したとします。でバレたとします。で彼は言いにくいんです。お父さん嘘をついてごめんって言ってね、私はポカンと頭一発叩いた後、寝とつるね、はい分かりました、もういいって言ったとしますね。それで寝る前に来るんですよね。本当に今日お父さん悪かったって言ってね、もう分かった、もう許したから二度するなって、分かりました。で次の朝起きて待ってるんですね。お父さん昨日は悪かったって、もういいって言って、でそれ帰ってきて、昨日は本当にごめん、もういいって言って、寝る前、昨日悪かったって、うるさいって言ってね。でそのまた次の日ね、おとといはごめん悪かったでね、寝る前、おとといは本当に申し訳なかった、3日前悪かった、1週間前悪かった、ね、10日って10日前本当にごめん、1年経って1年前本当に悪かった。笑いますけどね、そう思ってるお母さんは世界中に山ほどいるんです。私は恵みで35億行きました。クロアチアで説教したとき、中国の口で説教したとき、アメリカで説教したとき、ね、オーストラリアはまだ行ってませんけど、こういう説教したんです。お母さん自分を責めてませんかって、子供のことで自分が悪いと思ってませんかって、
そういった瞬間、泣くお母さんがどこの国にもいるんですよね。言うんですよね。確かにあなたは失敗した、ね、でもあなたが悔い改めたらもう神はあなたを許してる。失敗したことさえ神は益にして救いに変えてくださるって、ね、許しを信じてだけじゃなくてそれさえも逆にプラスにしてくださるって、それを今日信じてください。もう二度とサタンの子に騙されないで許しを受け取って信じてくださいって言ったらね、みんな泣くんです。びっくりしました。でお母さんだけじゃなくてお父さんも時々自分を責めてる人いるかもしれませんね。で結構子供のことでね、自分のお父さんと多いんですね。で顔では強気にしてる人ほどね、実は内側ですごく責めたりします。でもちろん失敗したことはあるんです。でそれは悔い改めましょう、ね、でも悔い改めたら許されるだけじゃなくて、そのマイナスさえプラスに変えてくださるのが十字架の復活の力でしょ。まず許しを受け取って信じないと逆転しちゃうんですよ。これが神のドラマの凄さですよね。例えば秋元さんよく言われるじゃないですか、ね、2年間毎日2時間お母さんに言われ続けたと。で身内だから一番痛いところをついてくると、ね、献身した後ね、あのお前の神は何だってノンクリスチャンだった頃、今はクリスチャンだから違います、今はむしろ助けてくれる人ですよ。でその頃ノンクリスチャンの頃秋元牧師を迫害したわけですよねでもそれが今秋元牧師にとって宝になってるって。私いろんな日本の牧師を知ってますけどね、秋元牧師ぐらい打たれ強い牧師はちょっといません。で牧師にとって最も重要なね、打たれ強さとね祈りの強さなんです。でこの2つを持ってるんですよね。これ学ばなきゃいけない、ね、でもその一つはね、お母さんに年間迫害されたことです。でもそのこと自体は良くないことでしょ。でも逆転しちゃったじゃないですか。でしょ。だからね、あの許しを受け取ることはすごく大事なんです。ある方は罪を認めないで周りのせいにしたり逃げる。である方は今度受け取るんだけど、いつまでも自分を責めてる。どっちも不健全なんですね。真実に罪を認めて悔い改めたら許しを受け取るんですね。そして受け取るだけじゃなくて逆転して主が祝福に変えてくださると期待するんですよ。これがね、ダイナミックなんです。だからクリスチャンってのはやめられない、止まらない、カルビのカッパビセンってのは大昔の宣伝ですが、ね、なるわけですねなんですね、いいでしょうかね。で、あの悔い改めてね、すぐ思い出すのがあるんですね。小渕牧師が遭難した時のね、奥さんの方の証、美智子さんの証ね。あのね、小渕牧師の遭難も今日詳しく言いませんが、小渕牧師、あの教会に来て3回、まだ3回目だったんです。美智子さんがね、3回目。そしてその時に小渕牧師がまだクリスチャンじゃない時ですよ。教会も来たことない時に、もともと漁が好きだから船まで持ってた方ですから、釣りに行った友達と。で天候悪くて昼に帰ってきた。友達はもう今日やめとくって言って帰った。やめりゃよかったのに、また小渕さんは一人で行ったわけですよね。奥さんはなんか朝から胸騒ぎがしたんですって。なんかすごい胸騒ぎがね。そしたら案の定そのまま漂流が始まるわけですね。東シナ海に向かって一直線ですね。で、まあ、もう小渕さんの話は今日はしませんね。そして奥さんが胸騒ぎがして全然帰ってこないから怖くなってきて、まず妹さんに電話した。彼女を導いてくれた妹さん、クリスチャンの妹さんね、佐世保の山田麻衣子夫人ですね。そしたら妹さんが言ったんですね、教会に電話しなさいって。そしたら牧師たちが祈ってくれるからって言ったの。でも美智子さんは3回しか来てなかったから、まだね、なんか遠慮しちゃったの最初は、日本人ですね。でもどうしても怖くなってきたから電話してきたの。最初私が取ったと思うんだけど、女性だったから妻に変わったような気がしますって言ったんですね。夫婦は一体だから、あ、姉ここで祈れば必ずご主人がどこにいたとしてもその祈りが届くから、必ず神が働いてくださるからお祈りしてください。で電話で祈った後切って、我々も30分ぐらい祈ったかな。でやりましたけど、奥さんはその後ね、祈ろうとしたんですって。だからね、祈ろうとするとね、まず一つ目ね、まだ教会行って3回目なのに祈れたってわからないじゃないって思ったんですって。でも祈ろうと思ったんですって。でご主人のこと祈ろうと思って、こう神様ってこう夫のことを思い出すと腹が立ってきたんですって。なんで漁師の妻でもないのにこんな目に遭わなきゃいけないのって。だいたいうちの旦那はいつも、もう自分勝手なことばっかりして、自分なりたいようにして、こんな天候で友達が帰ったのにって、もう何を考えてるのって。で考えてみる、あの時もこの時もそうだった、こう次から次へこうわーっと湧いてくるんですって。すごい正直だと思います。そういう状況の中でさえそうなる、これが罪人の特性ですね。分かった。それで祈れなくなっちゃってね、まずいと思うけどどうしても祈れない、祈らなきゃと思うけど祈れない。これでふっと思ったの、そうだ、今陽子ちゃんね、大先生になって2年目だから、現役で行ってるから24歳かな。ってことはあの子が1歳だから23年前ですよね。陽子ちゃんまだ1歳だったでね、あ、そうだ、子供がね寝かしてるけどね、起きてたらえらいことだと思って見に行こうと思った。でもう嵐なんで外は、すごい雨と風で
ね、で見に行って陽子ちゃんの布団をかけ直したんですね。で1歳頃って可愛いんですよ皆さん、ね、嫌なことがあったらパッとその人見た時思ってください、この人の1歳の頃って。そしたら許せます石田さんにも小川さんにも1歳の頃があった、ね、どんな可愛らしかったのかと思いますけども、ね、で本当に可愛いで、でね、布団をふっとかけた、かけた瞬間ですね、いきなりね、うわーっと内側からね、思い出した、神様、この子にはお父さんが必要ですって気がついたら叫んでた。で次、私に夫が必要ですって叫んでた。そして気がついたらひれ伏して、神様どうかこの子からお父さん取らないでください、私から夫を取らないでください、どうか助けてください、助けてくださいって出て、気がついたらこう祈ってたん、自分でもびっくりした、私が悪かったんです、私が悪かったんです、私が悪かったんです、どうか許してください、私が悪かったんです、夫を助けてください、この子からお父さん取らないで、私が悪かったんですって、もう心の底から絶唱してるんですって、私が悪かったって。でここら辺でふっと思ったんですって、何が悪いんだろうってそれ正直ですね、これ肉の声でも魂の層からね、別に誰かに許されたんじゃないんですよ、内側からこうぐわーっと込み上げてきて止まらないんですって、もう本当に絶唱ですって、もう嵐がすごかったから、絶唱しても隣近所迷惑にならないから、もう心の底から叫んだ、神様助けてください、私が悪かったと、もう私が悪かったって2時間ぐらい叫び続けたんです。ふーって部屋が来たんですって、ふーって部屋がなんか、あ、もうこれでいいって、ね、ところが面白いですよ、人間はね、怖いんですね。海上保安庁に電話してまして、海上保安庁はもう今から捜索はできません、明日の朝一番で出しますが、まあ、90% 以上はなくなっていると思いますと、ね、だから覚悟しておいてくださいって言われたの。朝の11時に電話があったんですね。で実は彼女が2時間ぐらい乗った直後時間帯ね、まさにこれ、あとは気象庁に問わせて分かったの、ちょうどその乗り終わった時間帯に風向きが90度変わったんです。ぴったり90度で、東シナ海に一直線に行ってたのが90度変わったので、うって変わったんですね。私海のことよく分からないんだけど、変わって、そしてですね、で、もう彼は死ぬつもりで車に体を巻きつけて、もうひたすらこうやって生きてたんですね。そしたらあれって思ったんですよ、風向きが変わった。で一生懸命ラジオをこうしてね、もう打倒いっぱい入るけど聞いたら確かに風向き変わったみたいだから、まあ、私船のこと分からないんですね、ちょっとこれは匠さんにしてもらわなきゃいけないんですけど船のこと分からないんですけど、とにかくその船をその火事がどうか取って、そしたらね、五島列島の一番端に赤島っていう島があるそうですけど、その赤島の2キロぐらいのところに来て漁師さんが見つけてくれたんですよ。そして助け出されたんですよね。だから今生きてる。そしてね、その当時携帯なんかないから、漁師さんの家に行って、漁師さんの家から電話がしてきたのが朝の11時だったかな、8時だったかな、じゃすいません、8時か11時です、電話してきたので、電話が鳴った時奥さんはね、平安にはなったんだけど、やっぱりね、電話鳴った瞬間ね、海上保安庁だと思ったんですって、遺体の確認をお願いしますという電話だと思ったんですって。で思わず電話取って、もしもしって言ったのね、覚悟して。そしたらね、当時まだオレオレ詐欺がなかった頃なんで、ご主人が思わずもね、あ、すまんすまん、あ、俺俺俺俺って言ったんですってえ、あ、俺俺すまんすまん、今五島列島の赤島っていうところに来たから、すまんすまん、俺俺って言ったんですってところが奥さんはね、それ聞いた瞬間ですね、こうどうしたかって合流したんです。ブワーって涙が出てきて泣き出して、で何て言ったか、一番最初に帰ってきてよ、早く帰ってきてよって気がついたら叫んでたそうですね。で帰ってきたんですよ。でお礼参りに、そう言われましたから、最初来た時お礼参りに教会に来られた。それやで教会来るようになって牧師になりました。もしあの時悔い改めてなかったら死んでます、間違いなく。傾きが変わったのはね、悔い改めの祈りの実なんですよ、ねね、間違いなくね、傾きが変わらなかったと思いますね。で皆さん、悔い改めってね、神の手を動かすんです。ではね、本当に罪を認めて悔い改めとね、逆転が起こるしね、祝福されるんです。ですか、逃げないでいましょう。なぜかって、失敗しない人は誰一人いないんです。聖書で用いられた器たち、いいですか、モーセ、旧約中最も偉大な人、今でもイスラエルでは尊敬されています。政治家にあなたはモーセのだというのは最高の御言葉。モーセは殺人者です。彼は最高に用いられたでしょ。さっき言ったダビデ、姦淫と殺人でしょ、女性の敵じゃないですか、ね、彼ほど王様として最もイスラエルを大きくした人はいません。王として最高に用いられた人です。
新約に言いますよ、ペテロ、ヨハネ、ヤコブ、みんな裏切ったでしょ。ヨハネは裸で逃げ、ペテロはコケコッコでしょ。十字架という一番大事な時、一番いてほしい時に逃げたんでしょ。予告されたのその通りに、そうでしょ。それからパウロ、クリスチャンを殺したでしょ、迫害者です。みんな悔い改めた後、本当に神に驚くべきを用いられた人なんですよ。失敗しない人なんていないんです。罪を犯さない人なんていないんです。問題はその罪を認めて、本当に悔い改めて向きを変えて許しを受け取るかです。ある方は逃げてます、認めましょう。許しがありますから、逆転しますから。もう誰かのせいにするのやめましょう。私が悪かったって受け入れましょう、ね、ある方は自分を責めてるんです。自分を責めてるんです。やめましょう。もう十字架で完全に許されて、これ完全ですよ。聖書はあなたの罪を思い出さないって書いてある。人は思い出すん、いつも言うけど、忘年会って言って、忘年会で忘れる会って書くけど、忘年会で思い出してつぶやく会なんです。でも神様は忘れないって書いてある。あ、もうあなたの罪を思い出さないって、それが許しなんです。許しってのは忘れてしまうんですよね。神が忘れてくださったものをあなたが思い出すわけですか。まさにサタンにやられます。本当に心から悔い改めたら、もう許しを受け取って、いやさ、罪のなかったものと見てくださる神の恵みの中をいきましょう。ダビデのように祝福を受けましょう。ダビデのように神の恵みと奇跡をもらいましょう。そうですね。もう自分を責めることから解放されてください。で、最後にもう一つエクスケ加えます。あ、ちょっと時間来ちゃってますけど、一箇所、第一ヨハネの5章を見て、これ3つ目、最後にもう一つエクスケ加えておきます。時々失敗するんでね。これはこの前断食聖火の時に、ね、私ね、ちょっとお話したらですね、たくさんの人がそれが語られたっていう人が何人もいたんですよ。びっくりしたんですね。だからちょっと最後に付け加えておきます。第一ヨハネの1章の、9節の言葉出ますからね。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私を清めてくださいます。許すだけじゃなくて清めてくださるってから、それに勝利させてくださるってことなんですね。許されるだけじゃなくて、そこから勝利するということなんですけど、大事なことがあって、今日お話したいのは、この自分の罪って書いてあるんですよ。当たり前じゃないかって言うでしょうけど、取りなしをするときにね、自分の罪じゃなくてね、他人の罪、まあちょっと難しい、三人称でいる人がいるんですね。曲がりすれば、私が日本の罪の悔い改めますときね、もうすぐくんちがありますけどね、ああ神様許してくださいってね、ね、偶像礼拝をしていることを許してくださいってね、神様に背を向けて偶像礼拝をし、ね、固くなる頃でね、神に背を向けて、もう自分勝手にし ね、自分で稼いだお金だと言ってね、やりたい方でやってることを許してください、本当にこの高慢と偶像礼拝と、ね、本当にこの固くなることを許してくださいって言ってる時、実は私は偶像礼拝してないぞって、私はまあそんな高ぶってないぞって、私は別にして彼らを許してくださいって、わかります？この祈りは届きません。旧約の中で本当に生のために悔い改めているのがいっぱいあるんで、答えられている。の特徴は、私たちの罪を許してくださいって言ってるんですよ。で、彼らはやってないんですよ。神様、あなたの言葉に聞き従わず、私たちは本当に神を忘れて偶像礼拝をしました。この私たちの罪を許してくださいって。私もその中の一人として、私たちの罪を許してくださいって言って、一人称で言ってるんですよ。この祈りは届くんですよ。でも自分はそこにない。彼らを許してください、彼らは固くないです、彼らは傲慢です、彼らは、私の中国はって、こういうのではダメなの。これよくやるんですよ。伴侶のために祈るとき、子供のために祈るとき、誰かのために祈るとき、はあ、こんなにやってるのに、あの人は固くないで、自分勝手で、もうどうしようもありません、もうこのまま行ったら大変です、ちょっと神様何とかしてください、もう彼らは憐れんでください、ね、私はこんな立派にやってるのにっていう、こういうのには届きません。私はっていうことなんですね。例えば彼らがこうなったのは、私の、ね、あの愛が足りなかったから、本当にだからです、どうぞ私と一緒に許してください、私を憐んでくださいっていう祈りはね、届くんです。一人称になるとき、だって自分の罪でしょ。他人の罪を許すなら、神は真実正しいから、その他人の罪を許すと書いてない、自分の罪でしょ。だから自分の罪として言うとき、許されて清めるって約束だから、自分の罪として祈る人は答えられるんですよ。これすごく大事なところなんですよね。これはね、神の技を呼ぶんですね。それをね、ぜひ覚えてください。まあ、これは補足なんですけどね。で、この話はね、言ったんですよ。三人称じゃなくて一人称で祈るんですよ。私はまあ、
まあ、短く簡単に言ったのに、断食制限の時それで語られた人が何人もいた。びっくりしたんですね。と思ったんで今日ちょっと補足しておきますね。どうぞ。今日悔い改めに関して3つ話しました。もう終わりますが、1つは、ね、罪を認めないんじゃなくて認めてしっかり向き合いましょう、ね、落ち込む必要はない。神は許してくださってるから。次はいつまでも自分を責め続けないで許しを受け取りましょう。そして祝福を受けていきましょう。で3つ目は、誰かのために祈るときに、ね、その他人の罪としてではなくて、それを自分の罪として神の前に出ていきましょう。その時に主の祈りが届くとってことをね、ぜひ覚えておいてほしいと思います。ね、お祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きている方で、今日は悔い改めもよく知っていることなんですけれども、イエス様はこの言葉から始められました。悔い改めなさい、天の御国がつけたと。悔い改めの時、天の御国が、永遠の命が、その喜びが祝福が来ることをしています。私たちが日々悔い改めながら、神の用意されている祝福と恵みをいただいて歩んでいくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。祈りたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めを主の前に出してください。主はそのあなたの願いと求めに応えてくださいます。天の父様、心と問題に触れ、人一人が持っている言葉にならない問題もあると思います。あなたはそれをご存知ですが、そこに触れ、一人一人にあなたの解決と勝利をください。主イエスキリストの名によって、心と体を癒されよ。イエスキリストによって、まず心と体を治れ。足の痛み、足のしびれ、イエスキリストによって、まずその足に触れてください。しびれを消えてなくなる。痛みを消えてなくなれ。股関節、背中、耳、イエスキリストの手水、耳に触れ、股関節に触れ、背中に触れてください。あと腰に触れてください。イエスキリストの手、そこにある痛みのその根本の原因に触れて癒してください。キリストの手水、癒されよ。オンラインされている方、また家族の方で、躁うつ病、統合失調症、パニック障害、不安神経症、注意血管多動性、イエス様の名によって命ずる、癒されなさい。全き愛は恐れを締め出します。主の愛、主の愛、主の愛を添えてください。シャローン、主の平安を与えてください。イエス様の名によって、恐れをもたらしている悪霊の力を、その人の重いところと感情の力、出ていきなさい。イエス様、あなたが癒してください。シャローン。導きを求めている方がいますけれども、その方はもっと聖書を見なさい。御言葉を通して私は語る。読んだって人はいますけど、もっと読みなさい。それを通して神様はあなたに、あなたの心と霊を強くしようとしています。サタンははっきりあなたから聖書を奪います。騙されてはいけません。聖書を見なさい。その時神はあなたに導きをはっきり語り、導きを示しを与えられます。忙しいと言ってはいけません。聖書よりも他のことを重要にするなら、あなたは人生を失います。御言葉を読みなさい。はっきり神はあなたに語っておられます。導きを与えられます。御言葉を通して与えられます。聖書を読みなさいと言われます。イエス様、ありがとうございます。感謝をいたします。ありがとうございます。境内を祝福してください。すごく境内が厳しい状況の方がいらっしゃって、一生懸命働いてますし、自分のできる精一杯やってます。主はそれをご存知で、よくやったって言われます。ただこう言われます。私はあなたが懸命にしていることを知っている。私に祈ったことも知っている。でも愛する子よ、もっと大胆に祈りなさい。幼子のようになって祈りなさい。私はあなたがこの忠実にしていることを知っている。もっと大胆に求めなさい。私はできないことはない。私はあなたにその時応えていこうと言われます。あなたの計算を超える方法で神が答えられます。主に求めてください。イエス様、一人一人の経済を祝福し、健康を祝福し、人間関係を祝福してください。学業と仕事を祝福してください。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。Thank you.
ヤ、ハレル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 ヤ。仰ぎ声願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。